はい、おはようございます。アイランドファクトリーのルカパッドです。牧場物語やっていきたいと思います。壁紙が変わりました。いいですね。で今ちょっと見えた。そのなんかダウンロードあって更新データが無料で配信されました。トナカイの着ぐるみをもらいましたね。可愛いな、意外と。でなんかふわふわ祭りだとかそういう祭り系統のなんか特殊な装飾がなされるとかなされないとか、そんな感じらしいです。はい、というわけでちょっと牧場のこと先にやっちゃいます。はい、牧場終了。今回はもう冬支度ですね。冬支度して、まあ動画の最終日がちょうど冬一品に突入するかなって感じですね。とりあえず今日は今いつも通り過ごしていきますか。とりあえず山入ってなんかするか。おはようございます。牧場うまくいってますよ。どうぞ。まあ俺がうまくやってるというよりかコロボックルたちになんとかやってもらってるって感じですね。確実に彼らがいないともう何もできないというより全然経営が成り立たない。彼らにあげるものもな、なんかいいのがあるんだろうかね。この果物と、果物があんま好きじゃない子は蜂蜜のパターンでいいのかな。おごつさんだ、おはようございます。このままありがとうございました。ハンマーのレベル上げたいとか言ってたけど結局上げられてないんだよね。壊していきますか。これで町行って定食買って体力回復させて、どうしよう。現状なそこまでなんかすることっていうのはないんだよな。岩があるぜ。トナカイかわいいな。いいねこのなんか丸っこい感じがいいね。18だから16、あと1個ぐらい壊せるか。3回で倒せるからあるかね。栗とか取っとかないともう取れなくなっちゃうからな、来年まで。栗、あー言わねえな。すげえマジックレッドいっぱいあるけど、マジックレッド育てればよかったかもな。あんまり山にも登ってなかったし、育てて赤いマジックレッドの狙ってみてもよかったかもしれないね。山頂には何もないと。じゃあ戻りましょうかね。 あとあれだ、青い花を、青い草か、取っておこうっていう話だったね。なんかかなり力デールとか、もっと力デールを作るためにそれとか作っておけば、あ、団子を買おうみたいなこと言って結局買ってないと思うんだよな。団子買っておくか。団子が結構回復良かったからね。めっちゃマジックレッドたまったな。あとあれか、木を買ってお風呂作りたいみたいなことは話してたね。じゃあまず雑貨屋から攻めるか。団子粉買っておこう。団子粉だけで良かったはずだから。なんかでも一つずつ食べて一番効率のいいのを見つけてもいいかもしれないな。おはようございます。夕食、ほーん、自分で作るんですか。おはようございます。団子粉100あんのか。でも30買っとこ。 OK。 んでもってお食事を、もうお食事3時のおやつだけど、定食お願いします。ありがとうございます。おいしいです。どうも。誰かいるかな。いや悩みなんてなさそうだなって
本当にいいよね猫。犬派ではあるけれども。お、ジェニファーさんがいるのと石がある。クワがね結構レベル上がるのを見ると、遅かったのを見ると結構かかりそうなんですよね。まあ多分冬の間だろうな、ミスリルにするのは。春になったらまああの石枯れるぐらいかな、それぐらいな長いスパンになると見込んでいる。意外と木が少ねえ。そしてジェニファーさん消えた。牧草がさ案外足りないんだよね。そういえばもう5時2万5000いいですね。牧草がね木嘘だろ、キノコないな。大丈夫？買ってる？あーでも結構もう買ってんね。いいね、仕事早いね君たち。草でも買っちゃいますか。最近ラムちゃん何も取ってないからね。あ疲れる、これだけで。この絵面シュールだな。シュールだけど可愛いな。38まだあるね。牧草、牧草すげえなくなってない？いや絶対なくなってるよね。食べてるっていうことだよな多分な。育ってねえなここ。育たないんじゃないか。牧草多分買っとかないと冬越せねえな。17、うん越せねえな。収穫しないもんね別にね彼らはね。ああ毛も、あ400するんだ。結構するんだね。もうちょっと少ないと思ってあれしてバカにしてたな少し。で団子粉、卵売ってなかったね。よいしょ。で団子粉入れちゃって整理してーなー。なんかあーいるね、セトン。オッケーで34個あるね。団子作っとこう。チョコクッキーかなり力出るか。ブドウパン、ブドウパンとかも結構回復するのかな。1個誰かにあげたんだっけ。30で、あーでも30回復。あーでも山ぶどう使うのか、そっかそっか。山ぶどうは体力10回復するからわりかし使わなくてもいいな。マヨネーズってさ泡立て器がないのか。つく麺棒がないのが結構でかい。うどん、うどん麺棒がないんだよね結局ね。結構作ろう。料理レベルみたいなのあるのかね。で団子入れておいて、で明日は秋晴れ。はい、宝石場。ほう、地面を掘ることができる。うん、何も出てこない。なんだね、なんかゆっくりになったねここの文字が。あ絶対ゆっくりになったし、ボタンで動くようになったな。早かったもん読めないぐらい早かったもん。今回のアップデートのここ修正されたんだろうなでもちょっと長いから飛ばします。しっかり追ってねえんだよな、ちゃんと読んでないし早かったから。それじゃあ今日はもういいかな、おやすみなさい。おはようございます。今日もやっていきましょう。かぼちゃ持つお菓子を準備。聞いてないぜそれ。で今日冬支度だな。
団子ああしょ、団子、団子4個ぐらい持っていくか。じゃあ今日はもう狩ろう。何？どうしたの？はい、団子でいい？まさかこうやってたかられる日なのか今日は。そんな当選者様何くれた？あー、当選かい。やばいぞ今日今日やべえ日だぞ。そうだよな、主人公この見た目だけど20歳超えてんだよなまずいな、来るぞやつら。で今日はもう夜でいっか、あれすんのは。夜に あれしましょう、全部買っちゃいましょう。ちょっとそれまでは収穫があるだろうからね。緑はあげてない、 OK。 でオレンジと赤と OK。 ちょっと収穫もろもろお願いします。でカボチャ祭り何するかっていうのは明確に分かってないんだよね。子供たちあと一人ユウくんでしょ。ユウとなんだ、そんぐらいか。まあポプリとかそこら辺も子供に含まれるのか否か、彼女らの年齢を俺は知らねえ。てか作った団子全部持ってっていいなこれ。うん、待っている。いや、はいよ、ほらよいやー、こいつらこいつらやりやがんな。団子作っといて正解だなこんな使い方するとは思わなかったけど、卵あげてもだしな、パンとかがそのままあげてもな。生姜、あ、チョコレートあ、チョコレートいいねチョコレート持っとくか一応な。まあでもせっかく作ったからね、団子できれば団子渡したい気持ちもなくはないけど。こんにちは、お菓子、お菓子ください、お菓子、お菓子くれないんだ。はあ、子供じゃねえって言われたな、アンに。お菓子、こいつダメだこいつダメだ、なんも聞いちゃいねえぜ。あ、ビーナスだ。ジェニファーさんとか通常通りの平常運転してんのかね。今日は明確に何をするんだ、ニュース見とけばよかったから。年越しの集い、年越しそば、はあはあ、マザーズヒル、ほうほう、年越しそば、はあ、朝とあれか。まあ1日ぐらいは何もせずにね。おかしい、くれねえんだ。エレンさんとかどうダメだね、団子あげるわざわざ結構さあげてるんだけど、あんまり感触良くないように思えるんだよな、エレンさん。なかなかね。いや、あ、そう、おはちょっと山登りますか。あ、こいつこいつこいつやべ、今日たかられる日じゃねえかよ完全にどう見てもあいつらポブリーさっき会いに行ったらクレネックスに来やがったぜ。やろう、やりやがるな。とりあえずジェニファーさんに団子渡すか。団子とかどう。ああ、そんなに感触悪いって言われた。じゃあ普通に花でよかったわちょっと無駄したぜ。これ戻ったらいるでしょ絶対誰かしら。じゃあなんかもう不必要なところ買ってくか。
こんなんだったら。誰もいない。なんとか来そうだな。絶対来るでしょ。ほーし、え、なってないね。ほら、よいしょ。何にもならん、何にもならん。ほっ、いいねー。ほいしょ。油断してると誰が来てそうだな。ま、冬支度だと思ってゆっくりやっていきますか。定期的に見てこない。なんか誰かしら絶対来るでしょ。逆にちょっと離れてたからランとか透かした可能性はあるよね。なんか全員に渡すとなんかあるみたいなのあるのかな。おお、疲れる。あー、ラムちゃんが。お、もうさすがに打ち止めか。言うてそんなに子供多くねえからな、この町。なんかちょっとここら辺もったいなさあるね。オッツさんも今日来ねえだろ、どうせ。あ、もうさすがに5時になったら来ねえだろ。あ、ゴッツさん来る。祭りといえどもみたいな感じだね。ちゃんとニュース見とけばよかったな。あー、それだけなんだ。特になんかあるわけではなかったんだね。なんだよ、マイナス、マイナスじゃねえかよ。炭鉱用にあれした団子を取られただけだよ。ほっ、よし、牧草もどっか買っておこう。あそこでね、めいちゃんちだっけ。で、意外とあれだね、体力やばいね。刈り取れんな、多分。あ、やーべえ、忘れてた。待って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 、いないよね。彼らに今日で終わりにしていいよっていうのを言おうと思ってたんだ。忘れてた、忘れてたから。本格的に牧場の仕事をやってもらうのはあれだね、先になるね。てかさ、ちょっと今思い出したんだけど、ジェニファーさんの誕生日近いんだよな。2日だよな。ということは明日炭鉱を掘りに行かなきゃいけないっていうことだよね、認識としては。愛の草、青い草じゃねえの。あ、体力20回復するって。あ、これ結構いいね、すごいね。ということは今日団子とかあれしたの結構失敗だったんじゃないか。準備しよう、準備。明日の、そうだ、準備で明日のうちに渡さなきゃいけないから、チョコレートいらない、蜂蜜とかもとりあえずいらないから、卵とかも預けちゃおう。で10回復。あ、意外と栗いいね。松茸で、団子団子。こうだ、ほい、団子をマックス作る。で、明日のうちに宝石を取りに行きたいけど、いけるかねこれ。結構きつそうだぞ。
街灯。リンゴが 2しか回復しない。ブドウはいっか。あれ、みかんも結構回復するんじゃん。冬の間取れるからこんだけ使っちゃおう。 OK、 これを持って明日は潜りに行きましょう。天気は雪が降ります。風に気をつけてくださいと。はい、鍛冶屋さんですか。浅草自分で装備したりはできない。無理。出荷ならできる。オリハルコンと、あれ、オリハルコンで作れる。あれ、じゃあ作れるんじゃね。ルービーとかいらなかった。1個だけあるよ。あ、アクセサリー作れんじゃん。なんだよなんだよ、頼むぜ。じゃあとりあえず1回寝ましょう。おはようございます。音楽が変わりました。雪です。素晴らしいですね。一面雪景色で、はい、今日はここも、仕事は今日まででいいよと。はい、仕事は今日まででいいよをすると。ちょっとごめんね、今日は何にも渡せないんだ。明日から何人かで来てもらうと。待ってー。あー、でもなんか冬の BGM いいね。ちょっといや、ちょっとごめんね、今日は餌我慢して。あー、枯れなかったね結局ね。あー、木とかも何もない。本当に雪だ。音楽いいなー。 BGM 最高だなー。本当に何も取れない。ゴツさん、いけるね。で、こっちにもいけると。あ、こっちからは普通に流れてるんだね。うわ、音楽めっちゃいい。一回ちょっと、あくまで待つか。そうなるんだったらあげとくか、餌。めっちゃ好みだな、この音楽。このちょっと幻想的な感じすごい好きだな。いやー、これはちょっといいな。サントラとか欲しくなっちゃうぞ。この感じすごい好き。撮ってなかったしな、ここ。ごめんな、今日はちょっと何も渡せないけど、仕事がないから許しておくれ。で、冬の間はそうだね、やっぱ収穫がないから、全くその予算を増やす方法がねないわけじゃないけど、厳しくなってくるから、そこら辺どうしようかっていう話になるよね。すいません、加工依頼一日 OK。 何がいいと思う、何がいいと思う。ブローチ、あー、でも花あしらってるからブローチ悪くないんじゃないっていうことで、ブローチを作ってもらいます。お願いします。お願いします。ちょ、気合い入れてね。山にいるかな、ジェニファーさん。鼻水垂れてきた。おっす、スケジュールを変えないとやるね。入れないっすよ、まだ入れないっすよ。あいつら入って俺入れないの、なんかちょっと理不尽さ感じんだよな。
そゴッツさんも山降りてくるんじゃない？稲冬だとちょっと行動パターン変わるかな。とりあえず一回行ってみますか。おっと、いいっすね。うわー、落とし穴だーってりゃ。そっか、クワもここで稼ぐのか。そうだね、言われてみれば確かにそうだね。うわー、落ちたー。120ぐらいあった、27か。うーわ、すーげー持ってかれる体力。どこにあるかな。早い、40回です。うっそだろー。44回です。でもなんか下手なことをすると落とし穴。48。うっそだろー。52ね、全然下あるね。78、いいですよ。もうほぼほぼあれだね、近場だね。どこまで行っても多分それは間違いなさそう。いいですよ、80回まで来ました。うー、疲れる。うわっと、やっぱ歩き回った方が良さそうだ。85。うわーしょー。89。疲れております。あ、でもこれぶっ倒れる可能性あるぞ。あー、そうだね。じゃあ体力なかなか取っとかないと厳しいぞ。初めてだね、ここまで体力減ったの。てか、あの体調マークね、取れねえしな、ほぼほぼ。落とし穴ちょっと怖えな。こけつにラズンバ。90回です。いけ、95回。あー、倒れる。耐えて、ルカバト、ルカバト。どこに行ったんだ、誰に助けてもらったんだ、ルカバト。終わってしまいました。あー、やばい、もう2日だ。今日ジェリファーさんに渡さないといけない。あー、もったいないね。あー、わかりました、学びました。はい、学びましたよ。潜りすぎるとああなってしまうっていう感じですね。ちょっと待っておくれよ、今日ジェニファーさんの誕生日だぜ。なんで外出られないんだ。なんなんだよマジで、不運が重なりすぎだろう。セーブしますか。まあそうですね、まあ、なんかロードとかすればね、なんか大丈夫な感じするけど、さすがにやめましょう。マットに行きましょう。はい、というわけで今回の動画はここまでとなります。次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。